澤部さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えは、じゃあ、どっから見つかるんですかと言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。澤部さん、まずですね、ちょっと全体像を見ていただきたいなと思います。まずは第1段落と第2段落です。この後第3段落以降行きますね。澤部さん、第3段落と第4段落でございます。この後設問に行きますね。まず設問の指示だけですね、一読よろしくお願いいたします。澤部さん、一つずついきたいと思います。まず河川部32番ですね。皆さん、ビーウェイルドという表現ですが、これの定義に合致するものですね、この下の選択肢の中から選ぶという問題でございます。ここから皆さん、ちょっとじっくり考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さんですね、別の大学でもお伝えしたんですが、これだけやっぱ選択肢が多いと、受験生はですね、おそらくこう上からどうかな、どうかなって感じで多分やると思うんですね。で、じゃあ正解が本当にこの前半から出るかといったときに、大学側はですね、こう受験生に焦ってもらいたいわけですから、こう前半から答えが出るような作りはおそらくしない可能性が高いんじゃないか。ですから、上から行くよりかは皆さん、こう、下から行った方が、答えにたどり着く時間がですね、短縮できるんじゃないかなという感じがしますので、ちょっと皆さん、こういうところから考えていただいてもよろしいかと思います。で、皆さん、ビウェイルなんですけども、さすがにこの単語を知ってる受験生はですね、ほとんどいないんじゃないかって感じがいたします。じゃあ、どうしますかと言ったときに、皆さん、これも別の大学でお伝えはさせていただいておりますが、皆さん、綴りが似ている単語ですよね。これ皆さん、ビウィルダーとですね、綴りそっくりですよね。ですから、ビウィルダー、困惑させる、当惑させるですよね。それとつながる選択肢があるんじゃないかというふうに考えていただいてもよろしいかと思います。皆さん、正解は6番ということでよろしいかと思います。皆さん、困惑させる、当惑させるですからね。ですから皆さん、定義見ていただけるとよろしいかと思いますが、このあたりですかね、ディサポイント、失望、がっかりというところで皆さん、言い換え可能でよろしいかと思います。さあ皆さん、今度はこの下線部33番でございます。皆さん、この下線部の左側、右側をご覧になって考えていただいてもいいし、もしくは語源の知識でですね、絞り込んでいただいてもよろしいかと思います。さあ皆さん、もし語源の知識でいけるのであれば、まずこの CON ですね、CON。皆さん、CON は同じ。という意味でしたね。それを IN で否定するので、同じではないですよ。つまり違いますよというところから選んでいただいてもよろしいかと思います。で、皆さん、もう一つはですね、下線部の右側をちょっとご覧になっていただけるとよろしいかと思いますが、The World's Third Largest Economy ですね。世界で3番目に大きな経済を持っている国がですね、なんと34の OECD の国の一番ボトムであると、おかしいというふうに判断していただいてもいいし、もしくは世界第3位の経済を持つ国がこの辺りですよね、ビロー・ザ・ポバティラインということで貧困のラインの下に位置していると、というところからいけそうですね。もちろん皆さん、正解はこの1番でよろしいかと思います。皆さん、出だし、not in harmony ですね。調和が取れてませんよということですね。ですから、世界第3位の経済を持っている国が、一番底だったり、貧困のラインの下だったりということですから、バランスが取れておりませんというところで、1番に行っていただいても構いませんし、もしくは、語源の知識ですね。同じじゃないよ、違うよってところから、皆さん、このディファレントに行っていただいてもよろしいかと思います。ですね。
出店はもちろん、ヒントとなった場所ですが、この辺りであれば、これですね、B 動詞の右側ということでもよろしいでしょうし、もしくは、この辺りであれば、ランクスという一般動詞の右側ですよね。で、これもそうですね、プレイスという一般動詞の右側ということで、情報構造バッチリです。さあ、続いて下線部34番でございます。皆さん、あーというやつですね。で、もちろん語源でいけるんだったら言っていただいてもいいし、もしくは何か綴りが思いつきそうだ。で、難しければ、この文末ですかね、この段落一番最後までお読みいただいて、選んでいただいてもよろしいかと思います。お願いします。さあ皆さん、下線部34番の左側にシングルマザーズですね。シングルマザーのお話が書かれております。で、もちろんこの下線部の右側も読んでいただいたかと思いますが、皆さんこれは以前からお話はさせていただいてますね。対比でございます。however、しかしながらということで、前後は反対。もちろん必死の主張がこの次の文章から出てきてるんではなかろうかということですね。でそうすると、皆さん、収入ですね。それが only about 1.8 million yen ということでございます。この状況から皆さん、いけそうですよね。で、皆さん、正解はこの選択肢3番でよろしいかと思います。特に出だしですかね。hard to accomplish or achieve ということで、まあ、何かを成し遂げるのは難しいということですね。ですから、先ほど、線を引っ張ったところですかね。収入が180万円ということは、なかなかこう、何かを成し遂げるのは確かにあまり容易ではなさそうでございますね。ですから、しっかり言い換え可能ということで、選択肢3番が正解ということでいいかと思います。で、皆さん、場所はどうですかって言われたら、やっぱりこれですね。B 動詞の右側が根拠になっておりますので、情報構造バッチリです。さあ、続いて皆さん、下線部35番でございます。イグザサベイトですね。これもちょっとさすがに知らない感じがいたしますので、ちょっと皆さん、この下線部を含んでいる文章中をよく読んでいただきますとよろしいかと思います。さあ皆さん、ヒントはですね、このあたりではなかろうかというところでございます。皆さん、財政的なサポートですね、そういうものがないですよと言っておりますので、これと皆さん言い換えられそうな選択肢眺めていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、正解は8番ということでよろしいかと思います。to make something more bitter, violent or severe ですよね。厳しいというところでございますので、確かに財政的な支援がなければ、何かとまあ厳しいかなというところでございます。もちろんヒントはどこですかっていうと、皆さんこれですよね。否定語から右側をよく読んでくださいねというところでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて下線部36番でございます。カストーディアルですね。これも下線部の左側、右側をご覧になっていただけると、言い換えが見つかるかと思います。さあ皆さん、文頭からお読みいただいているかと思いますが、皆さん、ファイナンシャルサポート、それを持って、もらっているお父さんですかね。その数字が 20% しかないんですよね。皆さん、オンリー否定語でございます。で、20% しかないのに、インコントラスト反対、対照的にって言ってますよね。ですから、やはり皆さん、この対比の表現がヒントになってくるかと思います。ですから、インコントラストの左側が非常に少ない、サポートはあんまりないですよ。に対して、と考えていただけるといけそうですね。で、皆さん、正解は5番ということでよろしいかと思います。ですから、皆さん、ファイナンシャルサポートが、まあ、あまりないですよ。に対してって言っておりますので、サポートがある選択肢を選んでいただきますと、これですよね。Providing Protective Care ですね。or Services ということで、ちゃんと、ケアがなされていると、サービスも供給されているというところで、サポート体制バッチリということですね。で、皆さん根拠としては場所はどこですかっていうと、もちろん、オンリー、先ほども言いましたが、否定語ですよね。その後ろ。そして、プロバイド一般動詞の右側。そして皆さん、対比もかなりヒントになってくれますからね。常に意識の中に置いといていただきたいと思います。さあ皆さん、法学部お疲れ様でございました。
さあ、合計10問あるんですが、そのうちの5題をですね、ご紹介させていただきました。で、じゃあ後半の5題はどうなるんですかっていうと、皆さん解き方は同じでございますので、その点は問題ないかと思います。で、皆さんどうやって解いたんですかと言われたら、あ、これですね。丸1番です。下線部前後の内容と、そして選択肢を見比べていただいて、これでよろしかったかと思います。皆さん、言い換え可能なものを探しましょうねと。そしてその時の判断基準は情報構造ということで問題ないかと思います。そして皆さん、あとは語源の知識。そして、綴りとかスペルですね。そこから類推する力をもってすればですね、全然満点は狙えるかと思います。ただ皆さん、これの意識をですね、やはり高めていただくためにも、これは以前からおすすめさせていただいてるんですが、皆さん、スマホでご覧になってる方はですね、画面の右下、このボタンを押していただきますと、リンク先貼ってるんですが、私が勤めている SLC ですね、の YouTube チャンネル。そこでも皆さん、語源とか、綴りですかね、それに関する動画を上げておりますので、そちらを参考なさっていただいてもよろしいかと思います。いけますかね。というところで皆さん、とにかく皆さん、ニアリーイコール、言い換え可能なものを探すんだ、というところは、意識しつつですね、頑張っていただけるとよろしいかと思います。では、明日以降もよろしくお願いいたします。